はい、えー、どうもアクアクタイルですあのー、去年の、えー、10月ぐらいですかねはいぐらいから10月11月間違ってたら申し訳ないんですけどぐらいからもうほぼ1年に、えー、行こうかっていうぐらいの徐々に奇妙な冒険第5部が終わりましてうん。 でそれはもう、えー、7月の後半の日曜日で1時間スペシャルだったんですけど録画してたのをやっと見ましてであの僕はその原作を徐々に実は見てなかったんで,で実はそれを3部も4部もなんですよ「クルセイダーズ」も「アンブレイカブルも」もあのー。 全てアニメ専攻で僕は実は言ってて原作をそのもうソニーというかまあ僕は SMA のソニーという事務所の,あのピン芸人なんですけどもその事務所の芸人さんに言うと結構皆さんオンタイムで原作読んでるんで。 今更ワクワクたる何かと何をはしゃいでるんだとっていう風なの結構ツッコミをやるんですけどもまあある方が言ってくれたのは結構なんかアニメ専攻で見てその興奮するのもいい,いい見方っちゃいい見方だよねっていうのを言っていただいたんで僕結構興奮して見てるんですけど。だからジョジョョリオンも えー、スティール・ポール・ランもあるのは知ってるんですけど逆にこう見ずにアニメが来るのを待とうかなっていう具合なんですけどまあとはいええーえー、終わりまして「ジョル・ノ・ジョバーナ」編が終わりまして第5部パポルテですかねポルテ5が終わりまして、うん、で見るとやはりその考察を僕は後追いをするわけなんですけど可愛らしく。 初 <laughs> めて見たんでこれはどういうことだと言うんですけどもまあすごかったですねやっぱりうん。だからこのやっぱり僕が思ったのはその第五部を見て思ったというかことはいろんなその考察に書かれてたことはもう吸い込みました結構うん。例えばそのローリングストーンローリングストーンズで えー、ブチャラティをミスターが助けたから始まったミスターがその死ぬアバッキョとナランチャを増やしてしまったとかまあいろいろありますでそれでその,そのローリングストーンの使い手の人がキリスト教だったりとか、まあ、いろんな,なんかもうでオープニングからいろいろ伏線ありましたとか眠れる奴隷はちゃんとやりましたとかいろいろありましたけど僕が本当に強く思ったのはあの やっぱり目の前のことに一生懸命になるならざるを得ない人間になりたいなっていうのはやっぱり思いましたねミスタは目の前でブ,ブチャラティが死んでしまいそうだっていうのを悟ったからこそ頑張ったわけじゃないですかで結果的にその石が壊れた後にナランチャとアバッキオが増えちゃったっていうのはあるんですけどでもミスタはそれは知らないわけですよね うん、なので、えー、僕としてはでもやっぱり目の前にそれが来たら頑張ってそれを自分の身を挺してでも阻止しようと思うわけなんですよ。やっぱり最後のエンディングの「エニグマ」の一番下に「ローリング・ストーンズの」の、えー「ブチャラティ」が最終回で出てたように。 ここののミスターの働きががなけれれば、まあ、これはもうありがちです。すいません。ちょっと本当にまあ他人の意見をなぞるようで申し訳ないんですけどミスターがいなければ今回のストーリーもなかっただろうしジョルノ・ジョバーナの夢も叶ってないだろうしというのはあるんですけどもでもそれは僕別にミスターだけのお話じゃないと思ってジョルノ・ジョバーナもそうだしも,うもっと言ったらフーゴもそうだったりとかするんですよね。 自分でどんどんその決断をしていく無茶な決断をしていくっていうことが運命を変えたある意味でそのミスタは運命を変えたわけじゃないですか僕プラスとマイナスというか喜劇あの悲劇と幸せというのは表裏一体だと必ず思っていて何かを得るには何かを失わなきゃいけないことで、えー、あってだから逆に言うと。 ここからは僕はどこのもパクってないんですけどアバッキオとナランチャが死ぬことによって死ぬというそのローリングストーンズができたことによって何かとっても大切なものがプラスとしてミスターの周りに起きたんじゃないかなっていうのを僕は思うんですよねうんだからそれがトリッシュとジョルノ・ジョバーナじゃないかなとかとか僕は思ったりもするんですだから なんて言うんですかねでもじゃあ本当にやっぱり言ってたのが彫刻の「ローリング・ストーンズの」あのー、スタンド使いが言ってたのが「そのまま行けば安楽死なのに」って言ってたんですけどでも実はそれって安楽死ではないんですよね。ブチャラティはそのまま安楽死だとは思うんですけどミスターとしては悔やんだ人生でしかないと思うんですよなぜならば見えてるから。見えちゃったらこれは 不幸になっちゃうのでだってそうじゃないですか一日に何人も死んでたりするとかよく言いますけど自分の目の前に見えてないからそれを言わないですけどじゃあでもそういうことを許せるのかとかいろんなことをじゃあきれい事を言わずに全員助けるよって言いますけどそんなことは人間できなくてじゃあどうすればいいかっていうと目の前のことをしっかり日々日々コツコツやるしかない。 じゃあミスターは何をしたかっていうと目の前に見えたことをやった。それの結果で裏設定というかミスターの知らないところで悪い方向に行ったかもしれないけどいいことも絶対にあったはずなんですよね。うん。もしかしたらミスターは早く死んでたかもしれないとか僕は思ったりもしますしでミスター以外ジョルノ・ジョバーナももっと早く死んでたかもしれないですしだからある意味で言うと すごく自分勝手なんですそれぞれの人生だったり生きがいとかやりがいとか安らぎというのはすごく自分勝手なんだなとも思いましたね今回で。うん、でもやっぱり言ってたのがあのスタンド使いそのすいませんあのなんか。 名前が出なくて申し訳ないです野村健二さんでしたっけあの野村健二さんでしたかね制作されてた方がのそのローリング・ストーンズのスタンド使いが言ってたんですけどもやっぱりその石の形ローリング・ストーンズの石を形を変えるやつはなかなかいないと、うん、運命を変えるやつはなかなかいないけどそういうことをする人たちのあとで誰かに伝わるって言ってたうん。ということはやっぱり それって困難な道だと思うんですよよく迷ったら困難な方に行けって言うじゃないですかだったらやっぱり石の形を変える方向に僕はやっぱり頑張っていきたいなっていうふうに元気をもらいましたよね今までの例えばバタフライエフェクトだったりとか映画であればそのいろんなそのタイブリープもんだったりとかっていうものと一線を画しているところが一つだけあってその死ぬという。 その運命だというものが石という物理的なところで表されているのが僕素敵なところだと思っていてこれに触れれば確実にもう人生が終わるというゲームオーバーが何らかのふんわりしたものじゃなくて物理的な石っていうところに表現されていたところが僕は素敵だと思っていてそれを変えにくいということをいろいろ その例えば地中の階段の中に埋まったりだとか、えー、石が勝手に動いたりだとかっていうふうに人間の運命って変いにくいものを自分の身を死ぬ寸前まで呈してやっと変えれるっていうところを表現したところが素敵だと思いましたしでそれがそういうそこまで例えばビル,ビルから飛び降りてまでで自分が死ぬことを覚悟してまでしないとやっぱり運命って変えれないんじゃないかっていうこと。 で、自分がそこまでする人なんて今まで「そのローリング・ストーンズ」の目の前でスタンド使いの人はいなかったっていうことを知ってただからこそ変わったとだから他人の人生を変えたりとか運命を変えることってとっても大変なことで変えた後に完璧な幸せは待ってないでもやっぱりそれでも変えれ変えられるんだったら 変える方向の人間でいたいいいたたなっていう風に思いましたね変えれば人生変えればプラスだと思うなとも思いましたしでも変えられるんだったら変えたいなっていう風に思う人間の立場でいたいなと思ったのが「眠れる奴隷」のどこにも書いてない僕の感想ですね。でもう一回まとめるとあの。 もう一回聞き直してくださいっていうところすごいこれはなんか一言じゃ言い表せないようなえー、ことでしたねうんはいということでえー、僕はジョジョリオンも、えー、スティール・ポールランも見てませんけどもえー、なんかそれを感じました強く感じましたねはいですけどその なんかそういう荒木先生が伝えたいことっていうのはご都合主義じゃないしプラスマイナスでもないし人生を変えることがいいわけでもない悪いわけでもないしでもなんかやっぱり変えちゃうよねっていう話じゃないかなっていうふうに思いました。はいということでワークワークタイルの一人で喋って10分どうもありがとうございました。